キャプテンをじゃあ次これ譲るとか、うん、渡すっていうこともやっぱりちょっと考えたりはしますよね全然、はい、あ全然もうここ数年は監督とも話してますし、うん、そうなんですね、はいまあ、ただ結果的にまあ僕がやることになってますけど、はいまあ、ある程度僕もキャプテン長いですしキャプテンとしてやってることは別にキャプテンじゃなくてももうできる。うん こと、うん、自分のためにやることとチームのためにやることあんま変わらないのでまあこうやあのキャプテンやることで成長僕もしてきましたからそういう選手に受け渡したい気持ちは常に持ってますえどんな人にやってもらいたいですかいやまずはタクマでしょうね <laughs> もう個人名出ました、まあまあ、これはもう何年も言ってますけどタクマにやってほしいなとは思いますしまあタクマももう三十ですけど、うん、まああの 成長してきている部分ともうちょっと成長しないといけない部分がかい間見えて本当に魅力的な選手ですし、まあ、アカデミー入れ入れたら僕より長い期間ね札幌にいますからう、まあ、そういう選手が受け継いでくれるといいなと思いますけどね、まあ、それは、ね、何回もミシャに僕は言ってるんですけどねてるんですけどまだ早い。リューさんにももね <laughs> そうですねこれ何人も相談を受けてますす、はい、そうなで 全キャプテンに…もう私に来たい、僕から拓磨に来たい、拓磨、はい、から拓磨に来たいっていう相談も2人から、金山の結婚式かな、<laughs> <laughs> 短いで話してたよね。ね、はい、まあ多分僕も、もう今年で拓磨に渡しますって言って、シーズン入ったら、キャプテン宮沢になってるから、どういうことだみたいな感じですよね。<laughs> 荒 <laughs> 野選手ももうその意思は知っているっていうことですよねはい,ういうは知ってますし、はい、監督にも伝わっているとは思いますけどやりたい意思もあるっていうことですね、はい、まあでも僕出てない中でも巻く機会もありますし多いですからね、彼はうんまあもうほぼキャプテンみたいなもんですよゲームの時に、はい、じゃあ,、まあ、いずれ近いうちにと、うん、いうことですよね。はい